本日のゲスト、さすまかわ RPG さんです。どこで撮ってんだよ。潜入系のそういう YouTube、面白い YouTuber の人じゃん。面白いこういうのをなんか潜入するこれから何してくれるんやろってなっちゃうかちょっとやばいな。まあちょっとここでねお願いします。ほんまにね、ありがとうございました。いや本当ルミネでもありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。仕事プリプリ、いやプリプリって休憩したのかいめちゃくちゃ盛り上がってたねルミネ。いやありがとうございます。いやでもおかげさまで、ね、結構なんか瞬間最高スライディング、うん、カイキさんにやったんじゃないかが、プリピコ、いやだからその LINE で結構あの問い合わせてくれて、薩摩川さんが どうしたらいいみたいな、ネタってこっち選べんのみたいな、うん、ほなそのスライディングのやつをやりたいって言ってくれて、うん、その衣装の問題があったから、うん、あはいはい、誰が京極をやりますかって、そうね、軽くね、だから中村一の京極に、はい、まあ、で行きますかみたいな、はい、なって、いや3人京極かなって言われて、めず一中村パネルいける、うん、でもその三人京極かなの話聞いた時、ほんまやそうやってなったそれがおもろい、面白いもん、そっちそうだ、三人中村って説もあったなるほどなんか袖からなんかチョロ Q かなんかチョロ Q かなんか走らせてもらって3人でおもんないんじゃって言い続けるっていうのも、まあ、ありっちゃりだった。多分あのパネル立ったじゃん、中村の、うん、立った時にピン芸人やと思ったと思う、みんな。あー確かに、薄暗い中、うん、パネルが来てる。これってすごいことで、うん、半分当たりやね確かに、ピン芸人3人組、全員ピン芸人だ。まさか3人がスライディングするとは。そう、3人マイクって説もあったから。どういうこと、どういう説ですかそれ。3人板ついて、はい、あの銀色のもうで、パネル2枚で、そう、パネル2枚で漫才パネル2枚で漫才どこがカンコピなの。いやそこまでやったらもうさすまかわ RPG 監督、そうなっちゃうのか。そうなっちゃいます。芸術性を高めていきたいんだけどな、俺は。かなり盛り上がってありがたいです。いやありがたいです。え大丈夫だ。何がですか。え今日首とか折っちゃったじゃんあの日。いや折っちゃってないわ。あ本当。その折っちゃってるやつ見て。あれは本人やとしてやってたんですか。えあれペラペラの状態の。えごっちゃなってるんですか中村の。あれじゃあ後々にプレイヤーチェンジして。うん、なんかそう全然なんか動かないしさ、喋んなかったから死んじゃったと思いました。瞬きもしないし、ずっと目がきっぱなしでこの状態で。そうあれ、あれ今日衣装が全然違ったでしょ。衣装違った。そこじゃんやろ。その中村は、はい、いやあれも俺ですよっていうスタンスで来てくんないと夢壊れちゃうから。夢ないっすってここに。いやみんな信じてるのよ、それ中村と。どうすんの今 YouTube 見てる人は、あれ中村じゃなかったんだってなっちゃって今ので。できればパネルの時が僕で、なんか生身が出てきた時のな、あの滑ってたんがパネルになりたいね俺もう俺あの出てきてから、あっそうや俺プレイヤーチェンジやる可能性あったんやと思って。あの5分間だけは、うん、パネルの中村の方が受けてた。そうやろ。意味わかんない逆やつ。しかも見たことないやつやったじゃん。やったことない。あつっとか。米田2000が散々さ中村の過去のギャグをさ。いやそうなんですよ。やってさ、その中のどのギャグ出るんだろうと思ったら全然知らないなんか。米田が本当に完璧にやりきってくれて、はい、米田すごい、ちゃんとしっかり覚えて、うん、歴代でも一番。もう確実に完璧にやってくれたっていう中のあの荒いやつ、うん、不安だったんだよ。世の中ネタやっててすごい完コピしてたから。そうですよね。稽古量のさものすごい見える。こういうことかってなっちゃってないかなって不安やったら。京極袖に京極いたからさ、はい、この後俺ら大丈夫か荒い方が受けますこんだけ完璧にやってたら荒いビビんないでください。荒い方が受けます。ええ声で京極荒い方が恥ずかしい。抱かれるかと思って危ない危ないとこ出番ないの良かった。楽しかったですね。いやでもほんま受けて良かったですね。何分撮るこれ。5分撮ります。あ5分、ああ、はい、あと1分ぐらい。ここからここからフリーです。あここからフリー。なるほど。ここからは見慣れていただく時間です。プル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 言うてる暇あったらなんか食べえていきなんで飛んだんそれ。場所変わるかなと思って飛んでみたら、はあおやこしやほんなやったらこんなことするぐらいやったら下北グリップ頃ぐらい自由度高いな、はい、下北グリップ出てた頃ぐらいね。それだからそれ俺いつも思うんですけど、下北グリップが僕上京して一発目に出たライブやった。ああそうなんだ。で僕正直平場一気かましたんだよ思ってて、あのちっちゃいとこっすけど。でも一番最初のライブで薩摩川さんと、あ俺もいたんだ、イエス・アキトさんいたんです。ああ、イエスさんもいらっしゃる。東京の平場エグいってなっちゃったちょっと待ってエグチー
多分ヒコロヒーさんとか思ったんじゃない。ヒコロヒーさんもいた。神回だね。神回です。神回。神回。だからそのやばい東京ってなったっすね。今やっぱ悪知恵しかいないからさ。悪知恵。カタカナで悪知恵しか出てないから。え、なんで誰ですか。当時その俺とかイエスの人とかヒコロヒーさんとか、はい、結構その R1 決勝行けたり、はい、いたわけでしょ。そうですね。今悪知恵しか出てない。悪知恵。金沢 TKC ファクトリーはどうですか。金沢 TKC ファクトリーは金沢 TKC ファクトリーっていう、すいませんこんな9番が入れてるチャンネルで金沢 TKC ファクトリーって言って、すいません金沢 TKC ファクトリーっていう仲良しのピン芸人がいるんですけど、はい、下北グリップにめっちゃ出てたのね。はい、出てます。その5年前も出てたし、今も出てるんだけど、はい、最近売れようと思ったらしくて、下北グリップを減らすっつって、やっぱその下北グリップばっか出てても、はい、しょうがないと気づいたの。で、やっぱそのさ、ライブを減らして、はい、そのテレビに比重を置くみたいなさ、はい、音じゃん、はい、あの下北グリップを減らして、はい、あのぶち抜き魂プレーオフ。いやプレーオフやったらダメですよ。売れようと思ったらしいです金沢さん。売れないよ。いや兄弟関係どうなってんだよ。兄弟関係どういうルール兄弟関係。誰がルール分かって遊んでるの。いやありがたいです。兄弟関係すみません、ありがとう。ちょっとありがとうございました。これからも9番街レトロにたまに携わってください。言うてる間ないからマスク取ってください。サムネ取ります。ありがとうございます。